2024年はナンバーアンダーライン I が総取りする、今、スタート他各ライバル者は恐怖している。音楽、テレビ、CM、700万パワーの破壊力。10月15日に平野章、26元優太28神宮寺優太26がナンバーアンダーライン I の結成を発表してから2ヶ月。 SNS で彼らの名前を見ない日はない。例えば、岸さんが X、ツイッターで何気ない朝の挨拶などを投稿をしただけで、彼の名前がトレンド入りします。また、12月7日に、ナイロンジャパンのが、ナンバーアンダーライン愛が表紙を飾った、ナイロンジャパングローバル1周ロ四十一月十五日発売がベストセラーになったと報告した際も、 ハッシュタグ世界発ナンバーアンダーラインアイがトレンド入りしました。つまり、彼ら本人の動きではなくても、SNS は大沸騰女性誌ライター、多くの人々が3人の一挙一動に注目し、ちょっとした発言、関連情報でもすぐにニュースになる。まさにスターな存在だ。それだけに、芸能プロ関係者はこう話す。現在、 旧ジャニーズ、現、スマイル再始動する新会社、スタートエンターテイメント、や、三代目 J ソウルブラザーズや、ジェネレーションズなどが所属している LDH などなど、男性グループをプロデュース、マネジメントしているプロダクション関係者は、ナンバーアンダーライン i の圧倒的な人気に戦々恐々としている、と聞こえてきています。 ナンバーアンダーラインアイはまだ本格的なアーティスト活動をしていないのに、はっきり言って異常なほどの人気ですからね。来年以降、業界がナンバーアンダーラインアイの独人勝ちになりかねないのが、本当に恐ろしい、と。平野、神宮寺、騎士は5月22日にキングを脱退し、旧ジャニーズ事務所から退所、騎士のみ9月末退所。 3人は10月15日に滝沢秀明氏41のエンターテイメント会社トベで合流しナンバーアンダーライン愛を結成した。まだデビュー曲は発表されていないが、現時点で最もいるアーティストといっても過言ではない人気を誇る。平野さんがインスタグラムに全身ルイ・ヴィトンでコーディネートしたファッションを投稿したところ、 いずれも数十万円する高額なアイテムにもかかわらず、彼が着用したものは店頭で即日品切れ状態に。メンバーが表紙を家族販売したりと、爆売れエピソードは上げればキリがありません。全土11月20日から26日にかけてイブサンローランの香水、フレグランスリブレ、リブレとタイアップした際は、表参道のポップアップストアに4時間待ち。 150M の長蛇の列ができたこともある。人があまりにも人気すぎて、表参道のポップアップストアでは安全面に問題があるとして会場でのナンバーアンダーライン、愛の映像上映を中止しましたからね。現時点、12月14日11時で、SNS のフォロワー数は、インスタグラマーの平野さんと神宮寺さんが409.5万と3.4万。 X ユーザーの騎士さんが81.3万。3人合わせて、もうすぐ700万人という驚異的な数字です。現時点でこれだけ人気、話題性があるのに、来年はさらにナンバーアンダーライン I の人気が加速すると見られています。前出の芸能プロ間24年3月に、東京ドームでトベの所属タレントが集結する東京ドームで大お披露目会が、 開催されると言われている。そこでナンバーアンダーライン I の3人が、万を持して顔取り自粛デビュー曲を披露するのでは、ともっぱらです。そうなればますますナンバーアンダーライン I の人気は、うなぎ登りになる。さらに多くのエンタメ業界関係者がナンバーアンダーライン I に声をかけることになるでしょう。もちろん彼らは、 アーティスト活動を優先するとは思われますが、エンタメ界全体がナンバーアンダーライン愛一色に埋め尽くされるような誠意になるのではないでしょうか。全土平野と神宮寺はアーティスト路線のため、テレビの仕事に消極的と言われている。一方で、騎士はジャニーズからの独立後の現在も、バラエティ番組や俳優業など、テレビ界にも関心があると言われている。 旧ジャニーズ事務所、現スマイルアップがジャニー北川氏、去年87の課外問題で崩壊し、ジャニーズ忖度がなくなったため、岸さんが旧ジャニーズ時代に準レギュラーだった、ザ、鉄腕、ダッシュ、日本テレビ系にも続投できるのでは、と見られています。また、8月に公開された主演映画、G メンも、 続編が期待されていますね。8月27日の映画公開イベントで G メンの監督であるルトートウイチロー氏は、続編のためにあえて未回収の伏線を残したことを公式にコメントしている。騎士も、むちゃくちゃやりたいですよ、ありがたいです。と、続編に意欲的だった。平野さんと神宮寺さんは、 本業のアーティスト活動に専念し、バラエティ番組など告知の機会は騎士さんが頑張るという形になるかもですね。ですが、平野さん、そして神宮寺さんも金プリ時代にバラエティでも面白いことがバレているわけで、ダメ元でのバラエティ番組出演へのオファーはしまないのではないでしょう。さすがに、音楽番組への出演の可能性はあるだろうし。 バラエティ番組でも世界に繋がるような企画だったら3人揃って出てくれるかもしれない。そして、デビュー後の本業での快進撃、CD セールスや配信のバカ売れは言うまでもないでしょう。そして、CM ですよね。ルイ・ヴィトンやイブ・サン・ローランの香水の例から見て、彼らのキャラクター起用が商品の大ヒットにつながるのは間違いない。今、 戸部には多くの広告案件の相談が舞い込んでいるのではないでしょうか。もう、本業の音楽どころかエンタメ全体がナンバー、アンダーライン、愛だらけになってしまっても、あ,ありません。前室の芸能プロ関係者。現在、男性のダンスボーカルユニットでは、旧ジャニーズに LDH、K-POP など事務所や国の垣根を越えたコラボが増えている。 12月2日と3日に大阪、京セラドーム大阪で開催された音楽フェス DUNK ショーケースイン京セラドーム大阪では、旧ジャニーズのトラビスジャパンと、元ジャニーズで飛べの IMP が参加し、話題を集めた。DUNK は、音楽プロデューサーのスカイハイさん36が、とにかくダンス業界を盛り上げようぜ。 という強い情熱で立ち上げた。しかし、DUNK のようにみんなが一丸になって盛り上がらなければ、Number ダーライン愛 i にエンタメ業界の話題をすべてかっさらわれてしまうのでは、という強い危機意識を持っている関係者もいます。Number u n d e r l i の人気は企画外でとんでもない。デビュー前の今も彼らのもとには、イベント、 テレビ出演、映画、CM と多数のオファーが舞い込んでいることでしょう。2024年にナンバーアンダーだけメディアを席巻するのか、想像もつきませんね、全道グループ名は、ナンバーワンにもかかっているナンバーアンダーライン愛。突き抜けすぎた一番になりそうな彼らに今、ライバルたちは今、恐れをの,のいている。